にものすごい数に膨れ上がってですね、趣味の交通を止めてしまうというぐらいになっていました。で、まあ、表現の自由と皆さん大声で叫んでいました。で、こうした集会はですね、パリだけではなくフランス全土で行われてですね、こうした集会に10万人以上が参加。